朝屋外飼育場に来てみると、アルダブラゾウガメとケヅメリクガメの敷居の柵が壊されていました。敷居の扉を壊した弁慶はそ知らぬ顔で日光浴しています。ドライバーで留め金を外します。留め金を外しました。木も腐っていたのでパイプを立てることにしました。今ちょうど寸法を測っているところです。ポールホールディガーでポールを立てる穴を掘ります。ハンマーで単管タイプを打ち込みます。インパクトで留め金を固定します。ポールを掘った穴にまず石を入れます。ポールを掘った時に掘った穴を埋め戻します。シャベルで埋めた土を単管パイプで叩いて完成です。経年劣化で単管パイプキャップが古くなってしまいました。新しいものと交換します。新しい単管パイプキャップに交換します。が完成しました。扉の柱が単管パイプになったことで見栄えもすっきりしたように思えます。敷居の柵が完成したことによって、これでアルダブラゾウガメのぼっちも安心して日光浴ができるというものです。